と予想はできますね。はい、右の深い位置、岩崎、中には酒井がいます。切り込んで自ら狙うか、シュートできた、こぼれた。この落としのボールを鈴木徳馬拾って裏に抜けていく柿田。さあゴール前パクイ抜きと1対1になるか。エルワルド戻ってきている、シュート決まった。24試合ぶり、これは待望のゴールですね。田淵さん、そうですね、まあ、ゴールもそうですけど、やはりボールを取ってからのカウンターというところで、まあ、トスの、まあ、ケア しなきゃいけない部分、隙をついたというところですね。やはり人数かけてますから、こういうサイドセンターバックの背後ですよね、うまくつきましたね。まあ、シュートも落ち着いてうまく流し込みましたね。2試合ぶりのスタメンでした柿田。おそらくボールを動かしながら状況にもよると思うんですが、はい、さあ今度は柿田と馬券が、さあ前空いたシュート、押し込めるか、酒井打てるか。石井のクリアきっちりつなぎます。石井左で受けるのは西谷から裏へ、柿田走り込む、パクイルギ前に出た、そのパクイルギをかわしてゴール前は空いている、シュート決まった。24試合ぶりの得点か。あと、まあ、柿田の、まあ、個人のスキルですよね。ここはうまく流し込みましたね。角度は決してあるところではなかったんですが、綺麗にこのゴールの枠内に収めました。そうですね、まあ、シュートも素晴らしいですが、その前の角田の動き出しと西矢のパスの配球ですね、そこで勝負は決まりましたね。この先に選手はいません。この中の落ち着いて樋口につなぐ、パクイルギが参加しますが、おっとバランス崩した、バケンガのシュート決まった。来日初ゴール、武者がバケンガ、これも待望のゴールですね。そうですね、まあ、ミスからの部分だとは思うんですが、その中でもやはり狙っていた部分がね、非常に良かったですね。この辺の機動力であったり、狙い続けるところが得点につながりましたね。それぞれ一つ一つのプレーが、あのちょっとずつ精度がずれていったという感じの印象ですよね。そうですね、まあ、トスとしてもね、つないでいこうという部分と、そのプレスをかいくぐっていこう、その辺のね、チグハクサーというのがね、出てしまいましたね。迷わず枠を捉えました。馬券がキック精度高かったですね。そうです。しかし素早い反応、大畑、ここにまた参加していく、前がっか仕掛けてラストパス、小西のシュート、枠の右挟み込みに行った岸本のクリア、そして今笛が吹かれました。前節の巧妙を見出す勝利から、やりまいらさんさかいなかっ、 Like, Subscribe, Push Notification Like, Subscribe, Push Notification